マリア・カロリーネ・フェルディナンデ、テレジア・ヨゼフィーネ・デメトリア・フォン、エスター・ライヒは、オーストリア皇帝家の一員、オーストリア大公女。神聖ローマ皇帝、後、オーストリア皇帝フランツ2世の娘で、ザクセン王、フリードリヒ・アウグスト2世の最初の妻。夫の即位以前に死去し、王妃にはなっていない。フランツ2世皇帝と、その2番目の妻で、 ナポリオ・フェルディナンド四世の娘であるマリア・テレジアの間の第八子六女として生まれた。父にとっては七番目の娘である。1819年にザクセン王、フリードリヒアウグスト一世の老いで子供のないおじたちの死後に王位を継ぐことが確実視されていたフリードリヒアウグスト王子と結婚した。まず1819年9月26日にウィーンで 代理結婚式を行い、同年10月7日に、ドレスデンで両人揃っての結婚式が行われた。13年間の結婚生活で子供を設けることはなく、1832年に没して、ドレスデンのカトリック宮廷協会に葬られた。夫は、その後、バイエルン王女マリアアンナと再婚したものの、後継ぎを得ることはできなかった。ありがとうございます。